本通りをご通行中の皆様、こんばんは。この度、参議院議員の再選挙に立候補いたしました宮口春子でございます。よろしくお願いいたします。今ここで私の話を立ち止まって聞いてくださっている方も、そして横断歩道を渡られて後ろを通行されている方も、無関心であっても全く無関係ではない、それが政治なんです。皆さん一人一人に、今ここにいらっしゃる皆さんだけじゃない、広島県民の人みんなに関係があることなんです。今回この広島県で再選挙なりました。やり直しの選挙なんです、2年前の。なぜならこの広島県で大規模な選挙買収事件があったからです。買収事件、これについては金権政治はもうダメだと、しっかりと皆さんが投票に一定指標示をしていただく必要があります。私も含めて広島県の皆さん、一緒にみんなで一票を投じましょう。ここからこの広島から政治を変えていきましょう。このことは選挙カーに乗って広島県内をずっと17日間回ってきましたが、皆さんから言われたこと、今回のこの再選挙、この最大の争点は間違いなく政治と金の問題だからね。私もそう思ってます。これは許せないこと、あってはいけないこと。ある時凱旋が終わった後、一人の女性が私に小さなブーケを届けてくれました。その女性が涙ぐみながら、応援してます、頑張ってほしいと、そう言われました。そのブーケは小さいけど、どれほどの思いがこもっていたんだろうかと、選挙を初めて戦った私が心が折れそうになった時、そのブーケを思い出して、こんな一候補者なのにこの思いを、この気持ちをなかったことにすることはできないって、自分の気持ちを奮い立たせました。そんな小さな小さな声をたくさん聞いてきた。そしてその声を今度は自分が届けられる、その代弁者にならせていただきたいって、そう思ってからここに立たせてもらっているんです。私たちの一票を誰かに託さないと、今回のこの政治は何にも変わりません。どうか皆さんのその思いを、声を